マイクの接触が悪かったらしいです。さっき言ってたことを念のためもう一回話すと、前までやってた配信で使ってたデータが一面砂漠で何もなかったので、村はあったけど動物が湧かなかったりとか、移動ほ、あの配信の時間のほとんどが移動になってしまうから、新しいデータを作りました。かまど作んないといけない。下に降りるか、もう降りてしまおう、もうめんどくさいから。 久しぶりになんか砂漠じゃないところで、砂漠じゃないバイオームでマイクラをやった気がする。前のワールドほんまに地獄だった。どうしたんだっけ？あ、そう、かまどがいるわ。食料と、あとベッドが欲しいな。早く羊を飼って羊毛を作らないと、マジで。モブが湧いて危険だから。これで、1個焼くでしょ、これを。違うな、なんか落としちゃったわ。で、これやっといたらもう一回木を掘っていきたいけど、上に登るか。できたかな。もういいや、こんなんで。そろそろ焼けたの。お、いいね。そしたら焚き火を作って、で、確かこいつをね、統合板は斧で壊したら4つになるはずなのに、前もやったわ、これ。4つになったから、これまた焚き火を作っ、なんかいらんもん作らんかったよ。なんか何作った俺今。もういいや。10個か、ってことは、松明が40個つけるな。なんかめっちゃ棒作ったな、俺今。もうなんか早速ダメな気がしてきた。鉄ないかな。なんか鉄はなんか深さ16ぐらいのところでよく出るって聞いたけど。普通に石炭あんじゃん。石炭掘ればよかった。鉄あるじゃん。うわぁ。届くか？安山岩。えい、よし。ちょ、もう一個目、強いとこ。すごいな。もう鉄の手に入るスピードが前の砂漠のマップとは段違いに速い。やばすぎるな、そう考えると、前のところが。あれも近くに洞窟があったからっていうのもあるか。まあいいや、降りるか。お！え？レッドストーンあるんですよ。え？こんな深いの？ここ。深すぎるだろ。モブが入りそうだな。手先回収して去るか、この辺。え、マジ？いくらだけ？なんで体罰2本置いてんだ、俺。一旦上登ろうかな。なんか明るいんだけど、なにこれ。あ、コテか。なんか光るコケみたいなのあるよ、最近。
うわ、クリーパーがいる。一番遭遇したくないものがいる。さ て、とりあえず、滝登り。ちょっと待って、登れない。スイー。そうだろう。あ、水がある。なんて中途半端な水なんだこれは。ないかな。羊いないかな。ジャングルってそもそもモブ湧くのか。湧くよな。でもこっちジャングルじゃない。あっ、危な。 こっちから流れてきてるのか。え、なんか、え、あれ下にマグマブロックでもあるのかな。あるわ、マグマブロック。銅と石炭と鉄はないかな。ないわ、さすがに。もう動物湧いてくれ、頼む。あ、待って、鉄がある。ドアって統合板空気出るっけ。 もういいや、ちょっと水中にあるのはちょっと砂とかを探してからにしよう。砂あるじゃん。 夜になるくない、これ。ええー、ね、早いって。 もう10分経ったら。いかに食料がねえんだ。わあ、待って、やばい。え、待って、トライゲンドじゃん、これ。助けてー、私襲われてる。なんでさ、ねえ。鉄焼いてねえわ。ハサミは作れねえ、ごめんよ。1個。嘘でしょ。 うわー、夜だ。うわー、ゾンビだ。うわー、セルトンだ。あ、待って、羊がいる。え、待って、2匹いんじゃん。お、やった、確定ゲットする。さて、逃げよう。うわ、なんかもう嫌だ。もう嫌だ。開始早々これかよ。ふざけんな。砂があんだ。なんかゾンビがさ、なんか増えてるよね。一箇所からなんか同時になんかボワボワって出てるよね、これ。木あったから今。木あったから。あら、ベッド作れる。いた、バレてんのかい。空気読めってよ、お前、ちびぞんさんよ。よし。さっきトライデントを食らって、俺は憔悴しきっているんだ。ちょっと食料がないとまずい。ちょっと、猿か、この辺を。確か統合板って海の中に寝たような気がする。ドラウンドいるわー。ドラウンドいるわー。ちょっとやだ。いや、そうだ、松明は湧き潰ししなかった。うん、いやー、寝れるか。寝れたわ。さあ、燃えるんだ、ゾンビどもよ。よし。あ、そうだ、クマは燃えねえわ。うわー、こいつ水の中、きっしょ。ちょっと待って、あ、ま、やばい。きしょって言っちゃった。もうなんか体力ないんですけど。体力がない。ドラウンドこっち痛いな、確か。戦いたくない。確か蜘蛛は日中襲ってこなかったっす。さっき、羊を飼った時にゲットした、ちょっと肉がある。うわ。うわ。やるしかねし。 肉だ、羊だ。砂漠にはなかったものだ。新しくデータ始めてよかったな。やばすぎんだろ、もう。
お前のデータほんまやばかったわ。あ、いけるいける。さて、あ、豚がいる。え、な、え、消えんかった今。リスポーンしたのかな。動いてなかったから。ちょ、待て待て、肉待て、肉待て、よし。作れたから大体何となるか。この辺に拠点作ろうかな。木がねえからちょっと木を取らないと。あの辺に作るかな。でん、よし。てか俺ハーフブロックじゃなくてさ、普通のあの木材でやっちゃってんじゃん。もったいない。木がないから向こうに木を取りに行く。てかあれだな、白樺だから職員所作るのは簡単そうだな。なんかモブの湧き方とか変わったのかな。なんかほら、あの同じモブがさ、同じブロックから湧いてんのよ。なんか確かに投稿版ってなんだっけ、ブロックのなんか北西だっけの角から湧くみたいな感じの話を聞いたことあるから、だからその角に集まってんのよ。ニワトリだ。白樺がな、ないよ、落としてくれないとな、ちょっと困る。鉄あるから鉄焼くか。鉄9個あるな、今。壊れてしまう。じゃあやば。あれ大丈夫か。苗木落としてくれ、頼む。苗木落としてくれ、苗木落としてくれ。あ、落ちる落ちる。よし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 。まあ1個ゲットしたわけで。もうちょっと、あ、向こうに生えてるな、白樺。もう狩るか、このモフに。白樺は毎回同じサイズの木が生えるんじゃなかったっけ、確か。だから職人所を作る。おぉ、2本目ラッキー。楽だ。ジャングルなんだよね、隣が。パンダいるし。竹あんのか、じゃあ。竹取りに行きたいけど、取りに行った間に内輪出てきたら消えそうだな。内輪。ダメージが飛んだかと思った。もう焼けたっぽいな。じゃあ鉄の斧とツルハシ作ろう。これで鉄が3つあるのかな。今食料は、そう、もうなんかかまどずっと使っとかんねんけどな。ね、何焼こう。とりあえず肉を焼こうか。だ、チーズ持ってんじゃん。でん、端っこなんですけど。え、ちょ、え、なんでそっち持っちゃうの。とりあえず、あの、使うであろうものを外に出しとこうか。で、どうしようかな。原木があったら、焚き火を作って、で、焚き火から、あの、木炭を作るのね。とりあえず木材を何個か作って。あと、盾を作っとこう。あのね、盾は持っといて損はない。で、これで鉄があと2つ。何に使おう。ちょっと待って。火事台ってあれだな、寝づらいじゃないですか。まあ、ハーフブロックを
作ったら燃料にはなる。で、牛肉も焼くと。冷えだな、今。ちょっと取りに行ってくる。あ。マジで白樺って苗木落ちねえんだな。向こうにも狩りに行ってくるか。2本しかねえよ今。白樺の苗木。落としてくれよ。見つけたいな、あるんだったら。幸い食料たくさんある。かまどどこだっけ、あそこだわ。そうで、苗木落ちるから苗木が落ちる、俺待たないといけない。向こうにも苗木が落ちるかもしれない。こっちにも白樺の木を買ったから。落ちなさそうだな。あ、落ちてるわ。普通に落ちてた。落ちてますね。ああ、ありがてえ。狼がいる。骨持ってねえな、今。多分持ってても俺コップに使うと思うけど。ねえ、羊殺してんじゃん。もう俺も殺してた。あ、待って、なんか一個飼ってないところがある。狩るだな、木は。苗木を発見。2個落ちてる、ラッキー。8本か、8本あったら十分な量の具材ゲットできそうだぞ。 どうしようかな。このさ、なんでここだけ危な なんでここだけさ、あんのかね、あれが。なんだっけ。あ、そう、マグマブロック。拠点作らないといけないな。めんどくせえな、拠点。維持策あんじゃん。何しようか。 とりあえず、あ、そっか、もう橋だっけこれ、わかんねえわ、読み方。 なんて読んだっけこれ。カバの木材を小さくあれか、木材に変えて、とりあえず何でもいいから家を作ろう。もう埋めるか、もういっそのこと埋めてやろう。 なんか1.18だっけ今。なんかかまどにさ置くじゃんね、これさ持って、これこうやったらさ、違うかも、さすがにもう一回焼かないといけないんだ。ちょっととりあえずこれ焼くか。 寝るかもう夜だし。なんか作っちゃった。え、何作った今。もういいや、寝よう。拠点っていうか、なんかもう壁と屋根があったらもう家だろ。 壁と屋根を作ればいいんだ。壁と屋根を作ろう。
本格的な家はもうまた今度から作ろう。今もなんか家とか気にしとる場合じゃないわ。なんか葉っぱ混ざってるし、家の中に。あ、消えた。よし。家だろ、これもう完全に。あれ、待って。足りねえわ、高さが。ああ、家なのに雨を防げない。悲しい。とんでもねえ家だな。マイクラで こんな家作ることなかなかないだろう。まあ、雨風しのいでたら家だから。ベッドの下に埋めるか。もう全部床に埋めよう。入れる。あ、ダメか。もう修正されちゃったのかな。それとも、統合版じゃできないのかな。まあ、知らんけど、いいや。雨降ってんのか。ゾンビ湧いてるなぁ。覚悟。多いんじゃん。あ、そっか、ここ、あれだわ。斧の耐久消費したくねえな。ああ、貴様、よくも苗木を。よし。整地するか、この辺。整地しよう。残った金じゃないわ。鉄の使い道、シャベルにしようか。床も掘っちゃった。整地してなんか施設を作ろう。ちょうどいい経営者ができる。あ、ここからジャングルのバイオームだわ。草の色違うもん。ほら、なんか草の色違うもん。床も掘っちゃうんだよな。あ、待って、ただいいよ。木があったら凝ると。よいしょ。俺今ちゃんと凝るって言ったよな。 何を作ろう。整地したら。てか村も見せないから、一回全部引っ越すか、もう、いいのだと思って。何のために整地してんだよ、俺。確かに。とりあえず、でも見渡した限り村はなさそうなんだよね。てか、ジャングルに村はないかな。とか、まだ砂漠もしかして。砂漠じゃない、これただただ海に近いからさ。ジャングルはねえよな、見渡した限り。ジャングルじゃねえわ。村か。あれ？
に草全部買おう。トマトじゃなくて草全部買おう。整地してるときってなんか静かになっちゃうんだよね。これ白樺よりもさ、なんかこのこっちの苗木の方が集まるんじゃないのこれ。いや、でもそういうんなこともないか。だいぶ綺麗にはなってけど、すごいなんか適当に整地したからなんかとんでもないことになってる。雨降ってるから。でも、鉄がねえからな。どうしよう。どうしようかな。何？いや、畑釣ろうかと思ったんだけどね。よう考えたら、鉄あの全部シャベルに使ったわ。じゃあ、食品場でも作るか。松明は何本あったっけ？あ、40本ちゃんとあるわ。よいしょ。で、1、何マス話す ?3 マス話すか。え ?3 マス話してないじゃないしかも。年金。めっちゃ仕上がらないで落ちるんだ。すげえなんか微妙な成長したな。なんか。まあいいや、どうせあと苗木3本しかないし。植える場所ねえだろ。で、この苗木が育つまでに、あれを見に行く。村を探す。で、村探してどうしよう。村の座標メモって戻ってくるから一旦。で、荷物がごちゃごちゃしてるから、とりあえず一旦、あれだわ。整理しよう。テスト作ろう。土とかないや全部こっちに入れてっか。おら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 。棒とハーフブロックはまあ焼く材料でしょこれ。今食料を持ってっか。とりあえずリンゴだけ残しとこう。あのな、こんなんだったらいいだろう。あ、逆だね、これ。逆だわ、そりゃそうだ、なんか明るくないなと思ったわ。木炭、そうそう、木炭があったら、あれが作れるのよ、焚き火が作れる。で、焚き火を壊してってやって、さっき爆速で爆速で木炭を量産できる。そしたら、あ、ちょっと、これも入れとくか。作るでしょ。でこれを置いて壊す。焚き火って意外と勝てんだな。え、適正ツールってなんだこれ。ちょっと待って、投稿版剣作るか。多分剣の方が早いわこれ。あ、そうでもない、適正ツール斧なんだ。斧でこんなに遅いの。なんか統合版の仕様でなんか素手に比べて剣だったら掘るの全部早いんだよね。だから、石も、素手よりも剣の方、石を手で掘るときも、このまま掘るよりも、剣で掘った方が早いみたいな。そういう感じの仕様がある。てか、あれだな、夜じゃ成長しねえわ、これ。棒がたくさん。
ドラウンドがいる。来いよ、おい。ででん。俺が完全に水に入った臨戦態勢になって、地上に上がったら襲ってこなくなると。燃えるもんな、だってお前。おい、ちぎってんじゃねえよ。いた。えらいぐるぐるすんな。サンディからな、お前、さっきお前らの同僚にトライデントぶつけられて怒ってんだからな、俺は。いた。とりあえず掘るか。棒が46だから2個掘ろう。こんなもんか。で、焚き火を作るからの焚き火を壊す。おら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 、無駄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 、なんか置き方途中で変になったぞ。ドラウンドおるんだけど。せめて60個になるはず。でん、57個。61個だ。あれ？まあいいや。いた。は？お前ふざけんな。水中じゃしゃがめねえんだよ。もう何？もう、ドランド嫌なんですけど。マジふざけんなよ、お前ら。許さねえかんな、ドラウンド。いつか絶対復讐してやる。普通に知るな、あれ。威力高すぎだろ。ねえ、お前さ、地上に上がってくんなって。ええー、まあ、トライリスポーンするからいいんですけど。ふぅ。水中にアイテム落ちないな。落ちてるわ。おい、いった！石の剣がないんだけど、拾ったもしかしてこいつら。あ、違う。飛んでいってる、あんな場所に。ちょっと命がけで取りに行くしかないか、あれ。いけー。え？あ。しゃがみの術。買ってこいよ。これ、そのまま流れてほしいな。落とさないんかーい。もう、いいじゃん、落としても。一回死んだんだからさ。よし。なんか落ちてない？あ、びっくりした。あれだ、これドランドはなきでさっと入ってみたら、これ。 重た、え、何今の。さっきゲットした木炭は何に使おう。薬材料ならもうハーフブロックでいい気がするんだけど。 なんか全部あれにしよう。え、棒？いや、めっちゃ棒持っと、あ、そっか、全部あれだわ。焚き火に使ったわ。もうなんかやってることがめちゃめちゃすぎる。もうなんかもうスティックがさ、もうなんか勝手に見に行くんだよね、たまに。ほら、こんな風に今動かしてないけど。一回上にピュッてやったらさ、なんか上に行っちゃうんだよね。これ小さく作って、何作るんだよ。あ、そう、松明を作るんだよ。4本。
棒をつけてねえわ。松明はどこだ、あった2サッカーあれば十分かな。棒32個もあるんだよねまだでしかもまだ焚き火が作れんのよだから白樺のこのあれを使ったら焚き火をまた増やせるのよ。でも今はいいかな、焚き火は。小さくこんな風に入れとくかな。あれ作ったの入ってるわ、ちゃんと。あ、そう、畑を作らないと。待って、マジでやってることめちゃめちゃだな。あと滑舌もひどい。なんかこの滑舌と、滑舌って言えないんだよ。滑舌みたいな。言いにくい。ダメだ。石があと7個。少ねえぞ。どうしようかな。食品場でもこっちに置いちゃったから、ね、ちょっと回収するかこれ。こっちに食品場拡大しよう。1、2、3、4。育ってんね。食品場はこっちに拡大してこっちに畑を作るか。ツールこれ腐ってツールで壊しても全然耐久減らないんだ。てか種がねえな。今種出てきすぎてるから種がないわ。種をあのね集めないと。あでも草なんかいかれても入るだろう。あじゃあこっちの松明を向こうに移動させるか。ちょっと先に置いてからね。耕したいけど、馬術がねえから、ちょっと、水を持ってくる。あれ、まあ、そんなことしなくてもいいか。別に、あの、水のこっち側にすればいいか、私。なんだよ、4マス先あることになって、水って。まあ、こんなに耕しても植える種がないんですけど。はい。種集めていきます。種ってどれくらいの確率で出るんだろう。いやあ、普通がもう一匹いたらね、小麦増やせれるんだよね。なんかあの、これ2個が遠いところがあるから、ゾンビが生きている可能性がある。鳥って種で投げれるんだっけ、確か。種どれぐらい拾えばいいかな。何マス掘ったっけさっき。あまりくねくね視点を動かすと酔いそうだな。
あ、寝るか。もう夜だわ。ああ、そっか。松明置いとかないと。二三こんなもんだろ。おやすみなさーい。じゃこれ上に敵開かないかな。これさ、下つ、上付きか。上付きだから敵開くよね、これ。22個か。あと10分休んだな。タンポポ拾っちゃったわ。全然草出ねえじゃん。ジャングルだからか。え、ジャングルって草出ないの？いや、でも、草じゃねえ。種だ。あ、でも種落ちてるよ。単純に運が悪かったのかもしれない。拠点は絶対村に作った方がいい気がするけど。結構大変なんだよ。だから近くに村があるといいんだけど。村を探す効率いい方法とかあるのかな？あと4つで分かんない。あと2個。あと1個。あ、集まった。なんかね、1匹ずつしかいないんだよね、動物が。環境破壊しすぎて動物がなくなったから。なんか見てて3個持って1個余るわ、ね、これ。待って伸びるんですけど。 で、待って、でもあれだわ、早く育たねえかなこれ。 ちょ、マジで早く育たないかな。牛が2匹いるわ。まあそんなの関係ない。シャベルくわいやんやね。剣と斧とツルハシあればいいか。村探すぜ。なんか盾構えてるけど。あれなんかな、ボートに乗ったら強制的に盾を構えるような仕様なんか。俺がいたから近くにやってくれ村よ。なさそうだな、みたいな感じ。え？なんか海底神殿あるんだけど。
そしてあれは、あの木の上がり方はさては様だか。もうね、また砂漠なんだけどね。いや、でも違うな。さっきの回った木はなかったな。でもこれ砂漠だよね、これ。砂漠であることには変わりない。普通に陸地走っていった方がなんか速そうな気がする。肉を、持っとこうか。やば、サバンナの木生えてる。あれ、ここだけサバンナ、もしかして。ここだけサバンナ。なんだそれ。で、そして村がないと。今カメラ子供持ったよ。サバンナだ。いや、村があればいいよ。村があれば。村さえあればいいよ。村ねえんだよな、これどうせ。私、竹があるから、ちょっと竹を収穫しようかな。竹を取って、増やしたら、足場が作れる。でも足場を作るためには糸がいる。比率は6対1だから。そして羊がいる。拠点のさ、座標、ちょっとメモっとかないとさ。結構ある。林みたいな感じでさ、もうこういっぱい生えてるものだと思うけどさ、こんななんかちまちま生えてるものの竹って、マイクラの竹ってめっちゃ白樺の森、これ植林場ってことでいいんじゃないかな、これ。 でもやってること植林場と変わんないからな、白樺たくさん植えてあるし。俺はないかな、マジで。ワンちゃんちょっと拠点の方角忘れるから、ちょっと拠点に戻るか行きたい。一旦初期スポンの位置がほとんど00の位置だったから、多分初期スポンの位置に戻れば、多分ある程度ね、拠点初期スポンから見える位置に拠点作ってあると思うんだよ俺。そんな初期スポンから遠く離れてなかった気がするから、やべえ、マジで拠点の方角稼げるのはマイクラあるあるなのか。こっち側にね、海底森林があったよな、確か。こっちから来たんだよね、だから。あれ、本当か？まあいいや、とりあえず行ってみよう。あ、でもこっちにあるね、拠点。とりあえず位置的にもなんか00に近いから、もうなんか00って認識いいだろう、拠点の位置も。え？押すの？それ。くらえ。ボートって体力どれぐらいなんだろう。確かエンティティだから体力あるよね、ボートって。カメだ。イカだ。これタラかな、これは。畑じゃないけどさ、竹植えとくか。空けなくていいよね、これ。どうだっけ？竹の空、でも、早空つの。ちょ、これもう一回植え直すか、ちょっと。こんな密集させちゃっていいんだっけ？とりあえず松明明るくしちゃったら何の育つだろう。前くらいだし。さて、竹はまあ、竹もこの辺になるぐらいの感覚でいいかな。
村がなさそうだな、パッと見は。あれ、X マイナス方向に進んでみるか、ずっと。やっぱ帰っていい席あるわ。 いやー、でもあれ近く通るとさ、スプーンにつくよね、多分。大丈夫かな？でもこれぐらい離れたら大丈夫なのかな？いやー、つかないでくれ、頼む、スプーンよ。どれぐらいの範囲につくのかな、あれ。でも、鉄装備さえ揃ってないのにさ、海底遺跡見つかるってどうなのよ。普通さ、なんか村に行ってさ、海洋探検家の地図がもらえるよね。夜じゃん、ベッドは。ないわ、戻ろう。そうだよ、なんかベッドねえじゃん。何をやってんだ、俺は。マジやってることがめちゃめちゃ次よ。なんかもう、半分ぐらい時間の無駄なんだよな。マジで。いやー、ちょっとね、準備が足りない。一つやると一つ忘れる。通れるかな、これ。マニュアルさん通れるかな。あ、通れた、通れた。村あんのか、これ。覚えやすいところの話です。 作った拠点。何？マイナス50のマイナス100ってこの辺だよね。覚えやす。寝るい。さて、何か作ろう。ベッドを持って行ったらいいかな。もう1個でいいじゃん、どうせ。向こうで寝れれば。最近向こうに住んでたらね、すごい嫌な要塞があったからね、ちょっとこっちに住んでみるか。X プラス方向に住んでみよう、ちょっとだけ。なんか積み上げた。あ、そっか、俺、あれ、鉄取ろうとしてた、これ。ちょっとこっちは今、初期スポの方角付近にいるか、積んでるのか。ボートの体力が20くらいってことは今分かった。ええー、何それ。もうなんか 前のマップがやばすぎて。なんか砂を見ただけで砂漠と錯覚してしまう。羊がなんかたくさん。かぼちゃももらっていくか。かぼちゃも適正するって確か斧だよな。マジで何もなくない？でも村以外でもいいんだよね、別に。なんかとりあえず物資が手に入れば何でもいい。あ、これ、でもまず初期スポの基金かな、これ。あ、違うな。村がない。棒か。
らがねえな。なんだこれ、変な地形やな。鶏はわざわざ剣の耐久消費するんじゃないか。え、マジでねえな。何この地形、これもなんか追加されたやつなのかな。で、少なくとも昔のマイクラにはこういうのなかったよ。昔のっていうか、昔のじゃねえな、なんだっけ、名前が出てこない。洞窟ある。もういい、行ってしまえ、何もないから。ね、調査兵団何の成果も得られませんでしたにはなってはいけない。あれ、昼間なのに暗かったら襲ってくるんだな、こいつら。鉄ギャングがおるんだけど、ちょっと待って、痛い。めっちゃ高く上がるな、こいつ。ほろって。チビゾン嫌い。落ちろ。ほら、お前痛いぞ、落下ダメージが痛いぞ、お前。ねえ、こいつさ、鉄シャベル持ってるんだけどさ。ゾンビってよく鉄シャベル持ってるんだけど、なんでしょう。なんか落としたんだけど、鉄シャベル。あ、古いわ。じゃあいい。そんなに慎重なんですよ。盾をね、全然有効活用できていない。松明置いてないと。まぶしい。松明置かなくてもある程度見えるじゃん。よくないこれ、わかんでも。ちょっと敵が来てる。無駄に細かいのに、マイクラってさ、暗いところと思ったらさ、右手に持ってる剣とかも暗いのにさ、松明だけ明るいんよ。そんなんだったら、周りも明るくしてくれたらいいのにさ、手に持っただけで。なんでこういう細かい作り込みに行く。あ、手塚さん。あそこにも鉄がある。やっぱでかい洞窟はいいな。欲しいものが手に入る。作業台、あれないわ作業台。まあいいや。石も鉄じゃねえじゃん、これ。どうじゃん、ふざけんな。ダメじゃなかった。鉄にあった。鉄がたくさんあるのはありがたいな。14だからこの辺りが一番鉄が出やすいのか。あ、そうそう、深層岩が出てきた。これ以上下に行くとダイヤモンドが出始めるっていう。鉄だ。金は今いいや。エメラルドじゃない、アーメジストだ。あれは取りに行くか。望遠鏡作れるし。ただ育ちきってんだから。だからこれ終わりか、洞窟。なんだ、もうちょっと続いてってもいいのに。ちっちゃいけど上のは取れそうだな。ウール足落としいいな、コースも入る。え、今光ってた、もしかしたら。あ、本日だって光るんだ。だから、てか望遠鏡作るにはあれ銅がいいわ。ちょっとね、作業台がないよね、多分今これ。
どう撮っていこうか、ちょっとだけ。ほんのちょっとだけどう撮っていこうか。ちょ、燃えそれ怖いな。いって、燃えた。え、てか、画面めっちゃ見づらいな、燃えた時。暑いなぁ。ちょっとばかしホットになってくれ、大丈夫。噛んだわ。マジで、ね、滑舌が終わっとる。なにこれ。すごい、なんか。なにこれ。バグってない？本当はブロックがあるみたいな判定なのかな、これ。周辺のブロックがさ、更新された時になるんだよね、これ。あ、やっぱり。天然のマルチ製造機だ。いや、石の方が掘りやすいね、マイクあって。ちょっと待って、松明置いちゃダメだ。てかさ、これあれじゃん、レッドストーンあるからさ、この近くにダイヤあるんじゃないの。拾えない。じゃあ何か捨てるものを選ばないと。捨てるもの、これかな。別に廃炉なんて使わんだろ。絶対出てこねえな。見逃してだけかもしれないけど。じゃあ洞窟の上の方全く見てないな。ラピスラズリある。上にも何かある可能性があるのか。ちょっと上も見てくるか。こういう感じで何往復もして終わらねえんだろ、結局。ワンチャンこの天井にダイヤが張り付いた可能性があるって聞いたことは。でもな、そうよな。ラピスラズリやろ、あれ。なんかマグマ消えたんだけど。雲発見。いざ勝負。ハードやからな、あんまり敵倒したくさすぎて突っ込んだら死んでまうんやな。マグマだまりなのか、そうじゃないのか。ちょ、掘ってみるか。あまりじゃないんだな、これ。あ、だまりじゃなそうやな。だまりじゃないね、クソ、おもんないな。で、防音鏡を使うためには銅がいるから、この銅を使うために何を捨てるか、まあ、土捨てるか、今回は。めちゃめちゃ大量に発生するな。こっちあんじゃん。あ、繋がってるだけだった。で、まあドアこんだけあればいいかな。なんもねえな、こっち。また雲がいる。あれもどうか。帰るか、そうそう。帰るっていうか、地上に上がろうか。夜だった。いや、リスポーン位置ここに設定したらさ、死んだ時ここに出てきちゃうんだよね。死んだ、でもベッド壊したから、あれか、大丈夫か。大丈夫とは一体。鉄あんじゃん。意外とこれ見逃してるところがあんのかな。凝灰岩ではない。
こっち側もあんじゃん。おっと。骨が拾えねえ。骨が拾えねえ。よし、骨ゲット。ねえ、こっちにね、鉄があったような気がするんだよ。あと30分。これ安山岩だよな、これ。凝灰岩じゃないわ、クソ。鉱脈、でも鉱脈ってゼロ以下に出るから違うか。普通に考えたらそうだな。あ、どうしようかな。めっちゃ敵湧いとる。壊れるんですけど、盾壊れる。やばいやばいやばい、敵対してるわ。ナイスゾンビ、お前はよくやった。もう用済みだ。やもな。うわ、すごい矢の数。やべえ、死ぬ死ぬ。ケイトもう一匹おって、めっちゃおるんやけど、巻き潰ししようか、ちょっと。はい。でもな、これ目がくらんで向こう側が見えないんだよな。雲めっちゃ高く飛ぶじゃん。え、なんで？これ V に来たら死ぬな。ちょ、死ぬ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 。ちょ、防御壁を。エスクード、エスクード、あー なんか詰まってんすけど。な、引っかかった。ちょっと待って。ちょっと待って、なんか引っかかったんですけど、スタックしてる。ちょっと助けてください。スタックします、私。なんでここで生成されないの、クソが。ふざけんな。もうなんでね、もう最悪。 いや、待てよ。いやー、ちょっと。あ、よしよしよし。終わるか。